自分は公立中学校でも最下位くらいで、日々勉強のモチベはある程度あるんですが、何やればいいか分かりません。とりあえず教科書をやりましょう。教科書レベルって浅く全体像がつかめるんですよ。中学校の勉強で言うと、割と教科書レベル以上のことって実はそんなにいらなかったりするっていうか、深めたいんだったら高校入ってからでもいいよね。その代わり、中学レベルの範囲は基礎はちゃんと入れて計算力を鍛える。数学だったらね、英語だったら文法、最低限の文法を入れながら最低限の文章を読めるようにするとか、なんて言うんだろうな、自分の、足切り、いわば足切りみたいなものに近いところはあるので、そこをちゃんと学校の教科書を通じてひたすらやる。まずはそれがいいと思います。勉強あんましたことないっていう方は特に、学校の教科書が一番ハードルは低いので、それが僕はいいと思います。はい。